覧ください。愛車との別れ、さまざまな思い出がよみがえり、少し切なくなりますよね。愛着があるからこそ高く買い取ってほしい。お電話でお車の車種と年式、走行距離などを教えてください。おおよその査定額がわかります。0120-66-4747 66-4747。まずはお電話ください。中古車買い取りはガリバーにお任せ。以上、上柳雅彦がお届けしました。さあ、それでは合わせて全号ホームラン1人ずつ回答いきましょうかね。負け高橋宏と1勝1敗、大城に第2号のホームランが出ております。勝ちました、ね、はい、皆さんもずっと書いてるので、はい、書いてます、広島ヤクルトは5対4で広島が勝ちました。秋山の逆転サヨナラホームランが広島飛び出しています。勝ち投手は戸根、あの現役ドラフトで移籍した戸根が移籍後初白星です。負け田口0勝1敗、初めて、セーブ失敗ということになりまして、ヤクルトは2位転落となりました。それから日本ハム対西武は10対0で西武が勝ちました。勝ち投手高橋光成2勝0敗、高橋はこれで18イニング連続無失点中です。負けは上沢で1勝1敗、西武の滝沢に第1号のソロホームランが出ております。以上、デーゲームの結果をお伝えいたしました。さあ、ここでですね、皆さんから来たメールを、ご紹介してまいりましょう。もう見て南関高校みたいな、南関高校で私が長く読んでいてほしいみたいな、はいはい、ラジオネームは DSK 東京さん、ありがとうございます。52歳会社員の方、普段単品戦の時だけ元気になる85歳の母がヘラヘラ笑いながら、ありがとうございます、ありがとう、この番組を聞いております。集まれ野球おじさんは年寄りの脳トレにもいいようです。ありがとうございます。それからですね、パチョレックさん50歳の方、ね、サファテの問題では名前は出ないというタオさんと、フォームは覚えているという岡田さん、野球おじさんならではの答え方ですね。どちらも正解と言ってあげたいと思います。ありがとうございます。いやね、分かったぞ。めんどくせえこいつ。キヨマさんです。ここまで出てるのにと喉のあたりを刺しながら悶絶しちゃう問題のチョイスがいいですね。クイズノーベル賞野球版って感じで食べる。マジか。もう、まあ、いや、分かるの、どっちが岡田君、はい、機械の苦しみは分かるだけだから、こういうのもね、ほんとすいません。何話のロッテファンさん、私は2005年のロ
持って優勝を決めたプレーオフの試合の日本放送ショーアップナイターの録音を残しているんですが、うん、その試合は松本秀夫アナウンサーが実況で小林正秀が最後に胴上げ投手として投げて優勝を決定した瞬間、松本さんは号泣しながら実況されていたのを何度も聞き直していました。それなのに小林正秀の名前が出てこないとは、松本さんといただいております。18年前のことのあのメールはディレクターと池村山さんでチェックしてますんで、はい、多分個人的な恨みのやつを選ばれてると思いますよ。人がありありです。さあ行きましょう。では、タオさん行ってみます。タオさんの、合わせて1000本、はい、誰と誰と誰、僕はですね、高橋義彦、義彦さん、はい、で西武の監督松井監督、ああ松井さんもでも大きいの打ってますもんね。打ってますから、はい、であと岡田彰布監督、いい感じかな。それで、片岡敦史、それで田尾康史、お結構行きましたね。どうですか目論見としては、これ5人、大体5人行きました。5人は相当ですよね。はい、さあ、僕は149でしょ、はい、で、片岡は多分僕はちょっと少ないで、なでも100は行ってる、100行ってないと入ると140くらいでしょ、はい、ドボンだね、いい感じですか。これは大川信号無視待ち伏せエリアに注意してください。中畑清、はいはい、原辰徳、原辰徳、そして黒町、はい、で駒田、はい、で王、で王、で王行っちゃった、完全にオーバーしてますよ、これ王さんじゃないですか。今ちょっと悩んでるのが、はい、ここに篠塚さんを入れるかどうか。篠塚さんも100いってますか。通算で100ぐらいいってんじゃん。でもそれ後楽園だと篠塚さんも結構入れてますもんね。じゃあこの辺が難しいんですよ。でもジャイアンツ魂としてはここはそうですね、やっぱり僕は篠塚さん鉛筆持ってたんで、はいはいはい、この時ちょっとこだわりを見せました。中畑、原、クロマティ、駒田、篠塚、はい、これうまく入ればここも5人ですね。さあ行きましょう。じゃあ松本さん行きましょうか。はい、はい、じゃあ長嶋さん、長嶋、はい、はい、結構な数です。それで中村剛也、中村た、おお、わあ、おお、こういったね。それで、タオさん、ああ、もう終わりじゃない。それでね、久保田さん、まだ行きますよ。久保田さん乗りますこれ。絶対超えたよこれ。これ超えたっぽいよね。じゃあちょっと変えていいですか。いや、やめてやめてやめてですよ。変える前に1%もらえる。変えなくて大丈夫ですよね。さあ久保田さん、僕はですね、イチローさん。はい、日本ですよ。日本での打った数です。ああ、なるほど。行ってます。はい、これメジャーの分は入ってないですね。はい、一郎さん。新庄。はい、日本ですよ。はい、日本です。はい、タオさん。はい。次、タオさんですね。はい。の次、今カープの秋山選手。はい、はい、はい。カープの、今カープの秋山。秋山選手。ほうほう。と、楽天の浅村。でちなみに、秋山選手、今日も打ってますけど、今シーズンも打ってますけど、このシーズン始まるところまでです。はい、で浅村で、あと最後、吉田、6人いましたね。6人でかいね。大丈夫ですか、浅村に来たね。大丈夫ですかって、つぶやきの松本さんに言われたくねえよ。全然いいよ。さあ、岡田君、アリアス。あー、なるほど。反対縛りなのか。そして、はい、我がオリックスが、テギノール、テギノール100も打ってます。懐かしい。テギノール100も打ってます。もう打ってると思うんですけどね。フェルナンデス、なんで最高位にしまってたんだろうね。いや、いつかみんな最終的にオリックスに来たみたいな、ありますか。ありましたよね、そういう打線ね、はい、そういうの、どう打ってるかな、ナロッカ。もうあの時の打線を再現したいよね。ありましたよね、もう何にこだわった暗黒の、はい、あれって感じ、中7番広島ね、広島100本ですよ。打ってると思うんですけど、最後あと、どうしよう、ちょっとどうしようかな、いろいろ考えない。ハンカーロ、ハンカーロ、オリックス来てないわ。バリーボンズ、バリーボンズ、うわー、これちょっとブーマンあんまり入れてないなと思いながら、そうそう、ちょっとブーマン、ブーマンも相当打ってますもんね。相当打ってますよ、ね、ちょっとこれはあと
新着ニュースがあります。タッチすることで詳細を確認できます。これちょっと強引に D 兄弟を2人ともいるんですか、はい、これはでかいですよ。さあ、じゃあこれはこの後 CM に入りますので、結果は CM の後発表です。今 CM を聞きなさい。はい、今最後のノータースペシャル何もいけないダメよ、これ危ねえよ。いつでもみんなのプロ野球日本放送ショーアップナイターでは現在総額200万円相当何でいけない春のニューステップ応援キャンペーンを実施しています。来週はさらにプレゼントがパワーアップ。ハイクラススーツのお仕立て券とシャツのお仕立て券の総額5万7970円相当をセットに。こちらにさらに現金を加えて豪華にプレゼントします。いけない。来週の日本放送ショーアップナイターは18日火曜日からは巨人対 DeNA、 20日木曜はヤクルト中日、21日金曜日からはヤクルト対巨人の3連戦を実況生中継します。火曜からの2日間は巨人原辰徳監督と江本武則さんのスペシャル対談をオンエア。江本さんが原監督に江本節で迫ります。20日のヤクルト中日戦では日本放送ショーアップナイターシーズンアンバサダーヤクルト村上宗隆に一発が出るたびにそのホームランの号数に応じて現金をプレゼント。そして21日金曜日からのヤクルト巨人の3連戦では世界に一つしかないヤクルト村上選手の直筆サイン入りショーアップナイターロゴパネルが当たるプレミアプレゼント企画をご用意しています。注目の試合をスペシャル企画で熱く盛り上げる来週の日本放送ショーアップナイター、ぜひご期待ください。